今会社の昼休憩になったんで、ちょっとね弁当を食べながら喋っていこうと思います。いただきます。うん、うまいです。花粉症がやばいですねこの時期。今家電のね配送の助手のアルバイトをしてて、で今1ヶ月半ぐらい経ったんですよ。1ヶ月以上続いたのが半年ぶりぐらいなんですよね。半年前は配送の仕事してて半年ぐらい続いたんですけど、そっから半年ぐらいフラフラしてて、日雇いとかね1週間ぐらいのバイトとか繰り返してて、で久しぶりに1ヶ月以上持ちましたね。フルタイムなんですよ。月曜日から金曜日まであって、まあ今残業もしてるんですけど、久しぶりにこんな続いたんで、ちょっとその感想というかね、そういうのも話しながら飯食っていこうと思うんですけど、あのなんで働いてるかって言ったら、金なくて家賃を滞納してたんですけど、それで借金したんですよ。金払えなかったんで、で借金が20万円借金したんですけど、で手持ちもない状態でやばいなと思って、ちょうど仕事を探してて、まあ、短期のバイトで時給高いやつがあったんで応募して今働いてますね。辞めるとかは選択肢にないんで、なんとかね続けてるんですけど、働いててよかったなと思うことがあって、働いてない間は家であのスマホを見てたりとかしてね、ゴロゴロしてたんですけど、新しい人とね会話することとかなかったんですよ。コミュニケーションがね社会と取れてなかったんですけど、仕事しだすようになってから結構喋る場面って多いじゃないですか。ましてや配送助手なんで運転手の人とね喋ることになるんですけど、人間に戻ってきたんですよ。 YouTube とかは見ててやり取りとかはねあったんですけど、やっぱねリアルなコミュニケーションっていうのが結構人間には重要なんじゃないかなと思って、目と目を見て話すとか、こうやって言ったらねどうやって帰ってくるとか、そういうのって一人でいると分かんないんですよ。その辺のことができるようになってきたっていうのがでかいかなって思いますね。無職の人は分かると思うんですけど、不安もすごいし絶望もするんですよ働いてないと。でも働くとお金も入ってくるし、人と喋るんでね、なんかメンタルも安定するんですよね。殻にこもってると、どんどん殻にこもり癖みたいなできちゃって、会話とかも本当難しくなるんですよ。僕今でもねちょっと人間との会話に手こずってるんですけど、今の会社入りたての入って1週間とかね、もっとひどかったんですよ。会話成り立ってないんじゃないかなってぐらいで、愛想笑いしかできなくて、そんな状況からちょっとはね脱出することができましたね。まだねあんま雑談とか上手くないんで、コミュニケーション下手なんですけど、なんとか、うん、仕事はやりやすいぐらいの会話はねできるようになってきました。まあそれが良かったのと、あと朝起きて夜寝るんで健康なんですよね。疲れて寝ちゃうんで夜あんま変なこと考えるとかないんですよ。夜結構やみやすいんですけど、疲れて寝ちゃうんでそういうのもなくなったんで、それもね働いてよかったかなと思います。お金と人間社会と関わってるっていう満足感と健康にもやってきたんでよかったかなと思います。汗かいて筋肉もつくし、一石二鳥ですね。良かったですね。ちょっと今会社の駐車場で撮影してるんで恥ずかしいんですけど、まあそういう感じですかね。デメリットは自分の時間が本当になくなるんですよ。 YouTube 撮影する時間とかも全然なくなっちゃったし、まあそういうのがデメリットなんですけど、今はちょっと仕方ないかなと思って我慢してます。あとは働くとね自分でお金稼いでるっていうので多少自信もつくんですよ。それも大きいかなって思います。まあって感じで、うん、今日のところはお昼ご飯動画でした。まあまた会いましょう。ウィス。